編成版タイガーファンディング夢に踏み出せ。令和の裏。はい、ということで令和の裏ということで今さんにいろいろ話を聞いていければなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの早速なんですが、今日ここの舞台に立ってみて、はい、座ってみてどんな風に思いましたか？やっぱりここに並んでる方々みんなあったかいなとは思いました。ああ、なるほど。具体的にどんなシーンでそれを感じました？はい、やはり質問の内容とかも、はい、そこがやはり気になるよなっていうところはしてくださっていたとは思っていて、あ、じゃあもう確かに、あ、この指摘はあったな、腑に落ちたなとかってもあったってことですね。そうです、そうです。なるほど。正直中さんどうですか、本日あの出られてみて。いやでもなんか不思議ちゃんでしたね。不思議ちゃん不思議ちゃんじゃなかったですか？いやもう本当に不思議ちゃんですね。不思議ちゃんでした雰囲気が。ただね、僕悪い意味じゃないと思うんですよ、うん、こういう方を好きっていう人も絶対いるんですよ、はい、ちょっとやっぱり、まあ、水木先生とか端的に言ってくれって人とかね苦手みたいな思う人もいるかもしれないですけど、絶対に好きって言ってくれる人世の中たくさんいると思うんでいいと思います。ありがとうございます。でもまあ自分でもなんですけれども、私も最後ちょっと変な風に不思議ちゃんみたいなとこ出したんで結構私同類だなって感じる部分もあるんですよ。実際どの辺が同類だと思ったんですか？もう本当に最後岩井社長もお前何言ってんだみたいな雰囲気になったじゃないですか、はいはいはい、あれも言ってしまえばちょっと端的じゃなかったってことだと思うんで、同じようなことも勉強になりましたよね。やっぱりなんか社会経験とかしていくと、そういう端的にものを言えよっていうね方とかも世の中に多分いらっしゃいますよね、うんうん、まあでもなんか長ったらしい説明も逆に響くこともあるじゃないですか、はい、あ、確かにあると思います。で、僕正直なんか何言ってるかも分かんなかったんですけど、はい、だから出したところもあって、はい、なんかあれ端的にズバッと言われてたら、はい、なんかそこまで言えるんだったら自分で稼げるんじゃないかなみたいなとこもあるじゃないですか、はい、でもなんかこう助けを求めてる感じがすごいして、うん、はい、応援したくなったっていうのはあります。ありがとうございます。なるほど、まあ、確かにやっぱり、まあ、過去の経歴もありましたけれども、別にだから出したとかってわけじゃないんですけど、それがあったからこそ絶対に社会的に貢献してくれるなっていうのを私正直思いました。私生きてきてエマさんみたいな方に会ったの初めてです。そうなんですね。からなおさら僕の中ではすごい希少の方で、感じた部分はありますね。はい、実際今日完全オールということでこれから勉強に入っていくわけですけれども、はい、まずもうこの今通われる塾のところで全部方針は考えてくれるんですかね？あ、そうですね。なるほど。ちょっとね、あまりその配点だったりとか、まあ、入試科目は英語国語だけですね。だけですか。先輩頑張ってもらいたいなと思いますけれども、何か正直中さんごアドバイスみたいなのありますか？まあでも正直なんか独学でもいけそうな雰囲気もある塾いるかなと思いません？いや思います。まあ現代文とかもすごい得意そうな語彙力もありますし、私は正直感じてますね、うん、英国2科目だったらね、なんか独学でいいんじゃないかなってちょっと思っちゃうところも。どうすか、なんか塾やってると思うんで。いやもう本当にそう思いますし、目白大学ちょっと過去も今直近見てないんであれなんですけども、うん、そんな難しい問題出ないと思うんですね。偏差値的には心理学部も40とかなので、うんうん、はい、やっぱり基礎的な英単語英文法だったりとかしっかりと覚えて固めるだけで点数ある程度取れるようになると思うんで、もうそれこそ参考書の冊数で言ったら 5,6 冊ぐらいになると思うんで、多分抑えられると思いますから、うん、そんな複雑な道しるべではないかなっていうのはありますね、はい。まあ、でも個人的になんかちょっと心動かされたのは、はい、なんか社会人入試じゃなくて一般入試選択してるところがちょっとかっこいいなって言わなかったですけど、はい、ちょっと思っちゃいました。ありがとうございます。私そこはかっこよさは確かにあるなと思って、あと疑問一つちょっと聞きそびれてしまったことあって、はい、入学後の学費ってどうされるんですか？あ、入学後の学費に関しては自分で後々払っていけばいいと捉えていて、今に関しては、あ、要は入学してそれ仕事をしながら学業もしてずっと払っていくってことですか？奨学金をお願いしてっていう感じですかね。あ、そこはじゃあ問題ないんですね。A 日程に関しては免除の枠も一応あるから狙えたらそこを狙いたいというところです。なるほどです、はい、じゃあ特待枠で合格したいしたいからこそ勉強が多めにしなければというところです。なるほどね。実際英単語も英文法もまだ分かんないような状況ですもんね。あ、英単語はもうちまちまと、まあ、なんか受験をする前から英語自体は興味があったので、うん、コミュニケーション日本人だけじゃなくてっていうところがあったからなんですけど、うんうん、からこう単語自体はそこそこ覚えてはいるけれども、うん、文法ってとこがちょっと不安な部分が多いっていう。なるほど、はい、もうすごいね退屈な作業ですよね英語とかもめっちゃつまらん退屈な作業なんですけれども、しっかりと頑張ってやってもらいたいなと思います。はい、あとはそうですね、やっぱね、やっぱりせっかく大学行くんだったらなんかサークルとかそういうのとかって入る予定あるんですか？
や正直考えてないかもしれないです。やりたいこと自体もいろいろあるので、うん、大学の4年間は少なくとも院の方はもう完全に絞り込んでいきたいので、うん、それに向けていろんな自分に必要な情報だったりっていうのを学んでいきたいっていうところです、はい、なるほどですね。生のドラゴン細井先生はどうでしたか？優しいなと思いました。うん、はい、確かに、うん、ちょっと水木先生が抜けてったシーンはどう感じました？悲しかったですか？あ、驚きました。その貴重な時間を奪ってしまったなっていうところでは、うん、申し訳なさと、まあ、寂しさっていうところはありました。ちょっと私も横で戸惑って、どうしたらいいんだろうってなりますよね。いやでもめちゃめちゃフォローしてたじゃん。してくださってましたよね。水木先生の印象は下がったら個人的に嫌だなっていう勝手なおせっかいで、へえ。でも印象が下がるようなことはないです、決して。そうですね、いやなんかひどいよってコメ欄で取られる人もいるん で、ね、言い過ぎだろう、かわいそう、出てく必要ないだろうって言うんで、うん、違いますよっていう意味でなんか余計なことをしました。いや全然、逆にその出ていくっていう決意をちゃんとこう、うん、なんだろう、提示してくれたのもありがたいなと思いました。まあね、良くも悪くも終始ふわふわした回でございました。申し訳ない、そこは本当に。はい、なんか庄司中さんの中で今回のハイライトシーンはどちらだったとかありますか？やっぱ水木さん出てったシーンですよね。どう感じました、あの時は？いやでもなんで出てったのかなって思いましたけどね。あ、まあ、なんかそんな怒ることあったかなって。まあ、私は結構捉え方違くて、いやそういう行動に起こして本当に伝えてあげたいっていう、うん、これだけ本当に思ってるんだよっていう、僕はシグナルだと思った部分は正直ありました。うん、やっぱり手を挙げるとかっていうまた違う話で、うん、まあ、そういうふうに思ってるんだよってパフォーマンスっていうんですかね。パフォーマンス？パフォーマンス。本当にそれだけ思ってるよっていうシグナルなんじゃないかなと。皆さん自己プロデュースがすごい上手な方々だと思ってるんで。自己プロデュースが上手？え、なんか見せ方といいますか、その表面に出す上での。いやだからそれが多分みんなイラッとしちゃう。見せ方なんて意識してないですよ。すいません。はい、いやということでね、山真由美さんでございましたが、ね、ぜひ大学まず受かるところから頑張って、はい、で LINE でもつながることはできますから、そういったところで質問だったりとかあったらいつでもねご相談していただければなと思います。はい、ね、まず入試頑張ってください。ありがとうございます、頑張ります。庄司中さん、最後に一言お願いします。いやもう多分一般入試をやりきったら多分自分の中でも自信つくと思うんで、社会人入試じゃなくて一般入試を選んだっていう選択は絶対正しいと思うんで、はい、ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。以上、令和の歌でした。ありがとうございました。受験生版タイガーファンディング志願者募集中、交通費支給もあるよ。詳しくは概要欄から。